煙山光則ノは日本放送編成局スポーツ部アナウンサールームに所属するアナウンサー。広島県出身。その後、大阪府の中高一貫の進学校である高槻中学校、高等学校に進学。立教大学経済学部経済学科卒業。友人の似顔絵を休み時間によく書いていた。アナウンサーになりたいきっかけとなったのは、 MBS ヤングタウンで聞いていた毎日、放送アナウンサーの隅淳一で、小福亭鶴光に、ドスミといじられまくっていたのを聞いて、この時は、こんな人でもなれるんならと思っていた。これが、本格的にアナウンサーを目指そうときっかけとなったのは、TBS アナウンサーの林吉雄で、遠距離受信で、パックインミュージックを聴いて、本人曰く、大阪にはない膝さが好きになり、 様々な音楽やカルチャー情報を流す同番組に魅了されて上京したいと思うようになった。大学生時代は放送研究会に所属。学生時代はバラエティアナウンサー志望だったがニュースバラエティ、実況を録音したデモテープを東京アナウンスアカデミーの長井ジョージのところへ持って行って聞いてもらったところ、スポーツの方へ進むように強く進められ、方向転換を決意。 1987年4月1年の就職浪人を経てラジオ短波に入社し、主に東京シティ競馬トゥインクルレース中継、協定の場内中継、株式中継などを担当。1989年のテレビ北海道の開局と共に1990年に移籍し、ニュースやスキージャンプ t v h ハイジャンプ大会の実況を務める。1994年に 日本放送に入社。日本放送ホームページで4コマ漫画を描いていた。剣道、将棋が強い。FIFA ワールドカップでは、2002年日韓大会の日本対ロシア戦のラジオ実況を担当。2006年ドイツ大会では、全国民放実況や、東高博日本全国ラジベガスで、ケムヤマックスとして、現地情報を担当する。年南アフリカ大会では、 日本対オランダの実況を担当する。松本秀夫はスポーツ実況について野球、サッカー、競馬をどれも完璧にこなすスーパーアナウンサーと評価しており、またオリンピックのサッカー中継や以下の J リーグラジオなどでサッカーパーソナリティを務めることが多いほか、日本放送の各番組でサッカー解説が必要となった場合の 解説担当として出ることが多い。妻は声関係の仕事をしている。子供は双子の娘がいる。子供の頃から実況ごっこのようなことをやっていた。自ら羽目を外せない破天荒なことができないタイプとも話しており、先輩アナウンサーの山田徹にもお前は真面目すぎると言われたこともある。休日や非番の日でも辞局、他局問わずラジオ番組をよく聞いており、 番組宛にリスナーとしてメールも送っている。自身のツイッターにつぶやきの9割はキスマイと記載している通りアイドルグループキスマイフット2の大ファンであり、自らキスマイ大好きおじさんと公言している。きっかけはキスマイフット2が2018年にメインパーソナリティを務めたラジオチャリティミュージックソンのアシスタントとして共演したことがきっかけとなり、それ以降、 ブログやツイッターにて、キスマイフット2のことを多く取り上げるようになった。その影響もあり、キスマイフット2のオールナイト日本プレミアムや2019年のラジオチャリティミュージックソン等、日本放送にてキスマイフット2がパーソナリティを務める番組のアシスタントに起用された。また、2020年3月28日に放送された、ケムリヤマミツノリのサウンドコレクションにて、2時間全曲。 キスマイフットツー2の曲を紹介する番組を担当した。ありがとうございます。